ある日私は詐欺にかかりましたマトリックスアフィリエイトバキューンみたいなね対談動画うわって買ってみたら逃げられたとこれは詐欺ですねお金を取って逃げるわけですから詐欺だろうそこのマーケットに関わった人とかねもうセールスにかかった人みんなでもうね売り上げ作るためにもう、ね、お客さんから金を巻き上げるという視聴者さん信頼した視聴者さんから,から取り上げるわけですからこれ詐欺だなと。 思うんですよねただですね詐欺、うん、確かに詐欺なんだけどもこのねいちいち詐欺とかいう人は私はね今はこう思うんですよレベルが低いと <laughs> まずはその詐欺にかかるような自分のね頭を何とかしろってことなんですよ、うん、だから世の中にはいろんな情報があふれていて世の中には正直な人ばっかりではなくて世の中に嘘をつく人もいるとで詐欺をしようとする人人を騙し取ろうとする人ってのは どういうふうな状況でするかっていうと信頼関係が高まってたからするんですよねまあですんで信頼関係高まって大丈夫だと思った瞬間に隙が生まれるんですようんで自分が詐欺にかかったなと思ったらあ隙が生まれてるなとこの頭をなんとかしないとって考えないといけないんですよねそこで思いついたのが私はねリスクヘッジしててますすかってことなんですよ何かを信頼して何かに向かって進むときにリスクヘッジしないといけないんですよねでそは私たちはやっぱり 信頼しきるっていうのは本当にすする覚悟ですよねその信頼が裏目に出た時に人を責めるようだったらそれは信頼ではないのかなと思いましたで今はですね信頼っていうことを私はこういうふうに考えてます信頼イコール詐欺なんですよ、ね、<laughs> まあ妙な感じになりますけどもあのまあ世の中に詐欺はなくならないと嘘はなくならないと。で嘘に 巻き込まれたり詐欺に巻き込まれたりするのは自分がリスクヘッジをしてない段階で信用しているからなんですよね隙が生まれてるわけなんですよだからそういうリスクヘッジもできずに人を信頼する頭をなんとかしろってことなんですよ人を信頼したイコールリスクヘッジをしろってことですよねリスクヘッジの中にはその人と一緒に侵入する覚悟も入ってますうんだからそういうふうに考えるとねまあ人のせいにするレベルの頭を持つなということですよね 常に詐欺にかかったんではなくて、信頼して裏切られたのではなくて、自分が明確な意思を持って何を信じたのかってことなんですよね。何を選んだのかってことですよね。うん。だから、詐欺にかかるってことは、自分の選び方が悪かったっていうふうにいつも考えればいいんじゃないかなと思ってますけどね。マトリックスアフィリエイト。バギアンこのマトリックスアフィリエイトすごいっすね。未だにこんなこと言ってるの、まあ僕だけだと思うんですよ。<laughs> うんうん、マトリックスアフィリエイトに、 いわゆるね、詐欺られた人は他にもいたと思うんですけども、いまだにこうやってネタとして使ってね、アクセスとして使ってる人間は、私ぐらいしかいないと思うんですよね。だからね、せっかくやられたんだったら、このぐらいやっとかないといけんすよね。<laughs> 面白いですね。それでは、失礼します。